大相撲の冬巡業で九州各地を巡業中の横綱白鵬関ら幕内力士が5日、九州北部の豪雨で7月に被災した福岡県朝倉市萩地区を慰問。多目的施設、サンライズ萩で黙祷を捧げ、白鵬関は土俵入りを披露した。白鵬関は福岡県出身の幕内松鳳山関を露払い、九州場所中に朝倉市に宿舎を置いた方を波部屋の幕内、玉鷲関を立ち持ちに従え、集まった約1000人の大歓声に包まれながら不知火型の土俵入りを行った。東日本大震災の被災地を訪れた経験のある白鵬関は、土俵入りを近く、で見て、来てよかったなと思ってもらえたら成功だと思う、と話